あのですね、まあ、アドリブといえばお店の名前がアドリブなので毎年毎回恒例でやっていることでございます。即興ソングというコーナーでよろしいですね。即興ソング、即興ソング、はい、数々の名曲が生まれてきたんですこの場所で。今日もですね、皆さんからお題を、言葉を、キーワードをもらって歌にするという、はい、ここにいて大丈夫ですか？いいですよ、もちろん今日役者なんで役者さんなんで即興さんが知り合えて、即興 ね、はい、彼が引き出した曲に合わせて僕が歌うと。彼が引き出した曲に合わせて僕が歌う、はい、そしてそれに合わせて見てます。じゃあ、お芝居をするんです。お芝居するんです。おお、はい、わかりました。やりましょう。この役にやりまして、うん、歌はあれなんです。いやいや、反応です、反応です。ロンゲの役でお願いします。ロンゲの役を、はい、まあ、やりたいからね、何でも対応しますけど、はい、もちろん、はい、インフルエンザ、北海道インフルエンザ。じゃあ、今日資料書いてきました。で、これ俺のお芝居するんですか？え、待っててください。僕があらすじを歌いますので。ああ、了解です。北海道でインフルエンザ、資料をつけてください。
そう聞きたいと思うよ。中継しとったんです。聞きすぎだろ。でもロングが引っかかってて、どこでロング出すかと思ったら、うん、ああそうだ、そっち側にいるね。よかったです。うまく泳ぎましたね。はい、はい、というわけで、何役、純子役の正子さんでした。ありがとうございます。